私の名前は野尻敏郎、75歳。あ、先生、おざーす。おはようございますだろうが。たく、気をつけてな。北海道の中学校で数学を教え、40年以上も教壇に立った元教師だ。現役時代の私は外見もいかつく、生活指導の怖い先生として有名で。野尻の先行、ちゃんと学校来たぞ。エロいじゃねえか。で、お前なんだその口の利き方は。大勢の不登校や不良の生徒たちと向き合ってきた。50人以上の非行少年を立ち直らせた私は定年後も再雇用で教師を続け、今までありがとうございました。先生のこと父親だと思ってっから。みんなに惜しまれながら70歳で引退し、妻と2人で年金暮らしを始めたところだった。しかし自宅にかかってきたある一本の電話がきっかけで私の人生は破滅する。あ、野尻先生、30年前稲垣美咲って女子生徒に自分が何したか覚えてる？え、過去の過ちが原因で私は身を滅ぼしたのだ。稲垣美咲というのは30年以上も前の私の教え子で。おい待て美咲、なんだその茶髪は。やべ、野尻だ。うちの中学では彼女の名前を知らない生徒はいないほど有名な不良だった。校則違反は当たり前のやんちゃな生徒だったが。お前な、さすがに0点はないだろう。だって数学意味わかんねえし。手のかかる子ほど可愛いもので、担任ではなかったものの彼女を気にかけていた。中2の定期テストで0点を取った時には放課後や夏休みを利用して補習を行い。やればできんじゃねえか。え、まあね。美咲とはそれなりに信頼関係を築けていると思っていた。しかしいつの頃からか美咲は私を教師ではなく男として見るようになっていた。私、先生のことが好き。ある日の放課後、突然美咲から告白され、猛アプローチが始まったのだ。生徒に手を出すなんて絶対にいけないと頭では重々分かっていたが。先生とのことは秘密にする。絶対黙ってるから。美咲。この時私は教師であることを忘れ、ただの男に戻ってしまった。愛する妻と3人の子供がいるのにもかかわらず、私は欲に流されて過ちを犯し。美咲、今日のことはその。誰にも言わないよ。地獄の底まで持っていくから。私たちの不適切な関係は彼女が高校生になってからも続いた。しかし彼氏でもできたのか、美咲が高2の時に私たちの関係は終わりを迎え。先生、こういうのもうやめにしよう。あ、わかった。私たちは以前のような教師と教え子の関係に戻った。それからは可愛い元教え子の一人として世話を焼き。卒業間近なんです。どうか退学だけは勘弁してやってください。美咲が寮に暴走族の男を連れ込んで問題になった時も私が高校へ駆けつけた。美咲が大人になってからもよく悩み相談に乗っていたし。息子が不登校で悩んでてさ。よし、先生が力になってやる。美咲の長男の受験前には私が家庭教師をして勉強を教えたこともある。心筋梗塞で美咲が入院した時も連絡を受けて私は見舞いに駆けつけ。美咲、いろいろと大変だったな。先生。美咲の母親が亡くなった時には香典を包んで葬式に立って参列した。美咲はその間ずっと約束を守って私たちの関係を口外することは一度もなく。野尻先生はすごいな。まるでドラマに出てくる熱血教師ですよね。私は生徒思いの教師として70歳になるまで仕事を続けることができたのだ。それなのにあれから30年以上も経った今、美咲の後輩から脅迫電話がかかってくるなんて。美咲先輩から話は全部聞いてんだよ、この変態教師が。ああ。なぜ今さらあの時のことを掘り返すのか、私の頭は混乱した。その日の夜、美咲と妹分の小野寺理香が揃って自宅にやってきた。このことがバレたら全国ニュースだよ。奥さんもここには住めなくなるし、娘さんたちも泣くだろうね。あなた一体どういうこと。当時のことをネタに私をゆすりに来たのだ。話を聞くと美咲は30歳を過ぎた頃から私との不適切な関係が原因でフラッシュバックに悩まされ。実は中2の時、生活指導の野尻が。え？後輩で妹分だった小野寺に当時のことを打ち明けたという。美咲との関係が恋愛感情の上に成り立っていると信じていたのは私の思い上がりだったのだ。でも美咲だって同意して。してねえよ。怖くて拒否できなかっただけだ。私は激しくショックを受けた。
自分の過去の過ちを認め、私は死んで詫びると申し出たが。死ぬとかそういうことじゃないんだよ、先生。誠意だよ、誠意。先生の誠意はいくらなのって話。美咲と小野寺からは慰謝料として金銭を要求された。世間にこのことが知られたら私はもうおしまいだ。これが精一杯の謝罪です。本当に申し訳ありませんでした。妻と相談した結果、私は心臓手術の費用に貯めていた300万円を慰謝料として支払った。しかしこれで解放されると思っていた私は甘かった。もしもし先生、最近フラッシュバックがひどくて病院代に困ってんだけど。美咲。翌年の2022年8月、再び美咲から脅迫の電話があったのだ。もうどうすればよいのかわからない。私の息子がこのことを知ったらどうなると思う。先生、刺されるかもしれないね。慰謝料なら渡したはずだ。もううちには金がない。私は電話を切り、美咲の番号を着信拒否した。しかしそんなことであの二人が諦めるはずもなく。最近ニュースでジャニーズのことが問題になってるの知ってる？先生もやばいよね。2023年、今度は妹分の小野寺から脅しの電話がかかってきたのだ。一度金を払ってしまったのが間違いだった。味を占めた二人はこの先何度も金を要求してくるだろう。二人が生きてる限りこの恐怖がずっと続くのか。そのうち妻と娘たちに多大な迷惑をかけることになってしまう。絶望で目の前が真っ暗になったその時、あの二人がまた金を要求しに自宅に現れ。はい、どちら様ですか？野尻先生と話したいんですけど。私はとっさに台所にあった千枚同士を掴んでいた。そして玄関を開けたその瞬間、私は無我夢中で何度も二人を刺していた。てめえ、あなた、あなた、やめて。私の人生は終わった。全ては自分の身から出たサビ、自業自得なのだ。逃げた二人を追いかけると苦しくなって、私はその場に倒れ込んだ。あなた、すまない、警察を呼んでくれ。警察に事情を説明して、私は殺人未遂の罪で逮捕され、美咲と小野寺は恐喝の疑いで捕まった。裁判が始まるといろいろなことが分かってきた。どうやら美咲は金に困っていたようだ。私がどれだけ苦しんだか先生に思い知らせたかったんです。私を恐喝した時、美咲の銀行口座の残高はわずか2860円だったらしい。フラッシュバックに悩んでいた美咲は30歳で初めて精神科を受診したという。昔のことを思い出すと夜も眠れなくて。金を奪うための嘘かとも思ったが、美咲は本当に私との不適切な関係に傷ついていたようだ。裁判の末、現金300万円を脅し取った罪で美咲は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受け。先生には悪いことをしました。今後もう二度と近づきません。後輩の小野寺には懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が下された。一方、私は殺人未遂の罪で有罪となったが、必要な脅迫を受けていたという事情を組んでもらえ、恐喝される原因は自らが招いたもので自業自得だが、二人を襲ったのは攻撃というより防御であり、懲役3年、執行猶予5年の判決が下された。最初に罪を犯したのは教え子に手を出したこの私だ。あなたは、美咲って人に対して恋愛感情があったんですか？わからないんだ。本当にすまない。私と美咲は互いに被害者であり加害者でもあったのだ。しかし私が怖くて拒否できなかったというのなら、なぜ美咲は卒業後もずっと連絡をしてきたのか。美咲、まだ野尻の専攻と連絡取ってんの？足に使ってんだよね。今となってはわからないし、もう分かりたくもない。